それでは、アミムス CMMA 第6回トポロジーとその応用融合研究セミナーを始めます。今日の講演者は岡山大学の大林一平先生で、タイトルは Stable Volumes for Persistent Homology です。ご質問につきましては、Q&A に書き込んでいただくか、あるいは講演後に手を挙げる機能を使ってご質問をお願いいたします。それでは大林先生、よろしくお願いいたします。それでは、講演を始めたいと思います。まず、オーガナイザーの皆さんには、このような講演の機会をいただき、与えていただきありがとうございます。岡山大学の、大林一平と申します。ここに、最初のページのスライドに書いている通り、私の所属はその AI 数理データサイエンスセンターというセンターの所属です。そこにそのサイバーフィジカル情報応用研究推進部門という部門がありまして、そちらの部門の所属ということになっています。実はこれ、このセンターは今年新しくできたばっかりのセンターで、それ以前はこのサイバーフィジカル情報応用研究推進コアという名前の部署にいたんですけども、そこから、以前、去年まで、去年というか、去年度というか、前年度までのセンターを、あと、教育の、これは、研究のセンター、研究推進のためのセンターですが、もう一つ、その、教育、推進のためのセンターというのを、センターというか、委員会というのを持って、統合して、AI ツールデータサイエンスセンターという、新しいセンターが、今年の4月に、できたということになります。こちらの、また JST の先駆けにも、所属しておりまして、そちらでやった研究の内容というのが今日の発表の内容です。では今日の、発表内容の、大雑把なまとめ、というのをちょっと最初にちょっと紹介させていただきますと、私が以前こう先、えー、先、えー、先提案していたこのオプティマルボリュームという章があります。で、これからパーシステント2のバースデスペアというものに対応する幾何的構造を抽出すると、このあたりのキーワードはまた後でちゃんと説明していきます。で、そういうことを可能にする、手法であったんですね。で、今回、特に、おせ、えー発表させていただくこのステーブルボリュームというのは、オプティマルボリュームの出力結果を改良するための新しい手法です。で、こういったこのステーブルボリュームというのを使うと、このパーシステントモロジーというものを使ったデータ解析の結果を理解するのに非常に重要な機能であるということです。では、この研究というのはいろんな リサーチグラントにの、サポートを受けています。科研費がいくつかあったりとか、また、JST の先駆けや、JST クレストなんかの、支援を受けております。というわけで、今日の話、入門的なというか、問題意識のとこから順番に話をしていきたいと思います。では、私の専門の一つに、この位相的データ解析、特にこのパーシステントホモロジーというものがあります。で、この位相的データ解析というのは何かと言いますと、基本的にはトポロジーを使ったデータ解析手法です。データの形の情報を定量化するためのさまざまなデータ解析手法の総称を位相的データ解析というのです。トポロジーですから、例えば連結成分やリングや構造といったトポロジーのオロジカルな構造を利用してデータの形を定量化するというものです。ある意味で、このトポロジーを使ったデータ解析の古典的な手法としては、いわゆるグラフを使った解析手法というのがあります。
グラフはもうだいぶ、その長い連結があって、例えばその連結性を調べるとか、あとグラフの、なんていうんですか、コミュニティ、ある意味、つながりの強さ、弱さみたいなのを調べるというのは、グラフを使ったデータ解析手法というのはよくやられているわけです。で、まあ、そういった、まあ、伝統的な、グラフなんかの手法を、まあ、ある意味でもうちょっと、まあ、拡大したというか、数学のトポロジーのアイディアはもっと、ノット投入したものが、まあ、この位相的データ解析です。で、この位相的データ解析の中でも、特に有力な道具が、このパーシステントホモロジーというものです。まあ、これはまあパーシステントホモロジーの頭文字を取って PH というふうに略することもよくあります。これは、まあ、トポロジーの、中でも、特にホモロジーを使ってデータの形を特徴づけるというものです。でこのパーシステントホモロジーの出力はパーシステント図、パーシステンス図、どっちでもいいんですけども、PD と呼ばれるもので、です。でこの、PD というのはこのデータの形の良い技術であると、まあ、期待できると。でそれはどういう形をに注目しているのかという問題にもちろんよるんですが、さまざまなデータの形をうまく特徴づけることが可能とする出力パーシステンスです。で、このパーシステントホモロジーというのは今世紀に急速に発展してきています。数学の理論やアルゴリズム、ソフトウェア、そしてさまざまな分野、材料科学や生命科学、そういった分野への応用というのがなされています。でこのパーシステントホモロジーというのはトポロジーを使ってデータの形を特徴づけるわけですが、まあ、ここではこう5個点がある。この5つの点のデータ、まあ、ちょっとこうこっちにちょっとこの辺に三角形が1つあってこの辺に四角形が1つあって、まあ、こういう、まあ、シンプルなデータの例を使ってこのパーシステントホモロジーの概念について、説明したいと思います。で、まあ、トポロジーって言ってるんですけどこの点が5つあって、まあ、こう並んでるわけですけども、まあ、これ自体のトポロジーというのは、あんまり情報量がないわけです。まあ、点が5つあって、まあ、それでおしまいというわけです。純粋にトポロジーだけ見ると、そういうことになるわけです。でこういったこの点集合というのは、まあ、一般的にポイントクラウドと呼ばれます。で、まあ、それ自体には、まあ、有用なトポロジー的情報を持っていないですが、まあ、パッと見、やっぱり三角形と四角形とは、まあ、なんとなくそのトポロジー的な、ちょっとこのトポロジー的なっていうのは結構広い、意味でちょっと言っています。なんかトポロジー的な解釈が可能そうな情報を持っているというわけです。で、このデータの、まあ、幾何的構造、形の情報というのをトポロジーに抽出するために、どうするかというと、ここに書いている図のように、この点の上に、同じ半径の円盤を置きます。すると、例えばこの BCDE と、さまざまな半径の円を置くと、まあ、これで、点同士がある意味でつながって、トポロジー的な情報ができるわけです。では、例えばこの C の図 C であれば、穴を2個持っていて、図 D の方では穴を1個持っているわけです。では、半径を大きくしすぎると、こういうふうにして、この穴の情報なんかは、穴なんか全部潰れてしまう。一方で半径小さすぎれば、これはもともとのポイントクラウド、点5つのデータと同じトポロジーにしか持たないわけです。まあ、こういうふうにして、データの形をトポロジーを使って、こういうふうにして円盤を置くというようなアイデアで、なんか定量化しようと思うのでが、この半径をどうやって決めるかというところは、まあ、重要そうだということがわかります。で、じゃあこのパーシステントホモロジーというのは、この半径を決める問題というのをどうやって対応するかといいますと、これはまあ一つ何らかの半径をうまく決めるというふうにするのではなくて、
この半径を変化させていって、まあ、それに伴う、トポロジーの変化に注目するというのが、このパーシェントポロジーの、基本的なアイデアです。左から見ていくと、最初、穴、つまり、ホモロジーの、言葉で言えば、一時のホモロジーの性制限なわけです。最初は、そういったものは全くないわけです。で、B もないんですけども、まあ、C までいくと、こう、この3つの、円盤がくっついて、ここに1個穴が発生する。一時のホモロジーの性線が1つ現れる。で、こっちにも別のものが、もう1つ現れるというわけです。まあ、これは、ここの、点の間の距離を A としておくと、まあ、半径が2分の A のところで、まあ、こういうふうにして穴が2つ現れるわけです。でさらに、半径を徐々に大きくしていくと、まあ、基本的にトポロジーはしばらく変わっていかないんですが、これ、ルート3分の A のところまでいくと、まあ、こういうふうにして、こちらの三角形の、取り囲んでいる、この穴っていうのが消えてしまう、潰れてしまいます。ホモロジーの性制限がここで消えるというわけです。でさらに、半径を徐々に大きくしていくと、ルート2分の A のところまでいくと、こちらの方の、ここにあった穴も消えてしまう。こっちのホモロジー性制限というのが、消えてしまう。まあ、こういうふうにして、まあ、ホモロジーの性制限穴というものが発生して、消滅しているというふうになっているわけです。でこの図の場合、2つ穴が発生して、それが、異なるタイミングで消えるというふうになっていました。まあ、この場合、ここの、2分の A というところで発生した穴というのは、片方ここで、ルート3分の A の方で消えて、もう片方はルート2分の A で消えると。で、この、2つの発生消滅の、組というのは、バースデスペアと呼びます。で、このバースデスペアの集まりというのを、パーシステンスと呼ぶことにします。でこのパーシステンス PD と呼ぶんですが、まあ、これは、こういうふうに、まあ、ペア、実数のペアなわけですから、それは、二次元の散布図や二次元ヒストグラムなんかで可視化することが多いです。例えば、この場合、横軸の方に発生のタイミングの半径、縦軸の方に消滅の方のタイミングの半径を書いております。すると、一方の、穴っていうのは、2分のルート、じゃあ、2分の A で発生して、ルート3分の A の方で消えると。もう片方は2分の A で発生して、ルート2分の A で消えると。まあ、そういうふうになってるわけです。でこの、こっちの方ですね、こっちの方の、バースペアというのは、このもともとのデータのこっちの正三角形の方に対応しています。一方で、こっちの方、2分の A、ルート2分の A というのは、もともとのデータの四角形、まあ、正方形の方に対応しています。まあ、こういうふうにして、パーシステント図というのを、計算してやると、まあ、この元のデータにある、まあ、三角形と四角形の情報というのは、まあ、うまくというんですか、まあ、なんというか、ある意味、圧縮された、まあ、元々のオリジナルデータをそのまま使うというのは難しいので、その情報を取り出すというのは、ある意味情報を圧縮しているわけです。まあ、こういうふうにして、点が5個あって、それの位置関係、それが、実現している、まあ、幾何的情報というのを、このパーシステント図の上の、パーセスペアの集まりとして、実現されて、記述することができます。でこの場合、ホモロジーとしては一時のホモロジーをやっていますので、ここで考えているのは、この、パーシステント図というのはこの一時の、パーシステント図と呼びます。まあ、それ以外にも例えばその空洞や空撃といった二次元的な穴というものを記述するためには、その二次元パーシステントというのは同様に用いることもできます。三次元空間の場合は、0、1、2と3つのホモロジーというのが有効な意味を持っているので、それに対応して、0、1、2の3つのパーシステントというのを考えることができます。で、まあ、ここで発生消滅の組というのを作っていましたけども、まあ、この組がちゃんと作れる。基本的に
まあ、ちょっと、条件あるんですが、まあ、大体どんな入力であってもちゃんとペアが作れて、しかもそのペアは、ユニークである1位に決まるということがパーシェントモロジーの数学的理論で保証されています。さて、次にこのオプティマルボリュームというアイデアについて、まあ、ご説明させていただきます。で、ここでやりたいことっていうのは、まあ、逆解析と我々がやってるんですが、まあ、パーシステント図を使った時にはバーセスペアがこうやって得られるわけですが、それに対応する元データでの幾何的構造というのを特定したいと、まあ、そういうことができると便利なわけです。で、最初に紹介した例では3次元と三角形と四角形というのを特定したいと。で、このこっちの点がこの三角形に対応しています、こっちの点にはこっちにこの四角形に対応していますというのは特定したいわけです。まあ、しかし、まあ、これはそれほど、まあ、簡単な問題ではありません。では、何が、問題なのかというと、まあ、ホモロジーの性制限というのは、まあ、ある意味代数的な割り算で作られるわけです。でどういうことかというと、じゃあ、まあ、実際に我々が理解するためには、それの代表源を取って考えるというふうになります。まあ、というわけで、候補のある代表源の中から、一番いいもの、もしくは一番いいものに十分近いものというのを見つけたいという問題になります。まあ、例えば、ここの図を考えましょう。この A というのが入力データです。で、それこの A というのは、このホモロジーというのは、ホモロジー、一次のホモロジー、H1 ですね。H1 の、まあ、次元は1なわけです。まあ、つまり穴が1個あると。で、その一次元の、データの、まあ、性制限、まあ、つまり、まあ、数学的な表現というのは、まあ、例えばこの BCD の Z1、Z2、Z3 と言ってあるわけです。これはホモロジーの意味では、まあ、同じものを足しているわけですね。まあ、ある意味、まあ、ホモロジーというのはそもそも数学的にそうやって定義されるんですが、まあ、穴を取り囲んでいるループっていうのを同一していることによって穴を、まあ、特定するというようなことを考えているわけです。で、この、点線で書いた Z1、Z2、Z3 と、まあ、これは、ホモロジーの数学から言うと同じものであるというふうに言えるわけですけれども、まあ、実際にこの3つを比べると、この一番右の D という Z3 とか言ってるやつが、まあ、一番良さそうに見えるわけです。じゃあ、この一番良さそうに見えるというのはなぜだというのを考えてみると、それは、まあ、この穴というのを、まあ、一番タイトに囲んでいるということから、これが一番良さそうに見えるわけですね。で、そこから、どういったことを考えられるかというと、一番タイトなループというのを探せばよいと。より一般的には一番タイトなホモロジー性制限の、代表源ですね。性制限の代表源なわけですけども、それを見つければよいと。で、一番タイトっていうのは、まあ、何らかの意味で、まあ、定量的に定義することさえできれば、そういった一番小さい値を探す、候補の中から探すっていうのは、いわゆるその数理最適化と呼ばれるものです。数理最適化の手法を使って、このホモロジーの、ホモロジーを一番よく表す代表源というのを探そうというのが、ここでのアイデアになります。で、こういうホモロジーの上の最適化問題、実際にはそのこういった問題というのは基本的にホモロジー代数上の最適化問題として定式化されることが多いです。で、こういった最適化問題というのは最近発展が
著しく、まあ、様々なアイデアが提案されています。まあ、ここに書いているように、まあ、私の知る限りは多分もうちょっと昔からあったと思うんですけども、まあ、実用的にいろいろできるようになったっていうのは多分21世紀になってからだと思います。で、私がこの2018年の論文で提案したこのオプティマルボリュームという概念というのは、このパーセントモロジーにより適合した手法として提案したものです。で、このオプティマルボリュームについて、まあ、ちょっと直感的なこの図を用いて説明したいと思います。で、このホモロジーの生成源というのをこう、まあ、これは単体複体がまあこうやってずっと左から右へと増大していくという状況を考えます。すると、こっからこのここへ、こう、x の b マイナス1から x の b になるとき、まあ、ここに新しい変が1つ増えるという状況を考えます。すると、まあ、ここに新しい変が増えると、まあ、ここでホモロジーの生成源があるんです。で、まあ、このタイミングで、ある、もうちょっと直感的なというか、まあ、ホモロジー用語で、ホモロジー語でない言い方をすると、まあ、ここからここに変が1個増えることによって、穴が1つ発生するというわけです。で、この穴っていうのは、こうずっと、この変だとか面だとか増えていく間に、ずっと、まあ、維持されていきます。で、まあ、もうちょっと数学的に厳密に言うと、いわゆるその、まあ、単体複体の上の、方眼斜像に、による、こうホモロジー上の、まあ、斜像というの、まあ、純度系斜像というのはによって、まあ、ある意味、まあの保持されているというのがあります。一方で、ここからずっといって、これが、また途中の x の d-1 と、こういう状況があって、このここまでは、ここで発生した穴っていうのが、まだずっと残ってるわけです。で、最後に、ここの三角形が埋め立てられることによって、こう xd という情報ところになることによって、この穴が埋まって、このホモロジー生成源というのは消えます。で、まあ、この場合、9次元のホモロジーを考えた場合、まあ 9単体が現れて、新しいホモロジー生成源、新しい穴が発生する、新しい空洞が発生する。で、さらに、その9プラス1次元の単体というのが、さらにそれに追加されることによって、その内側の領域、これはボリュームとちょっと呼んでるんですけども、これが埋め立てられることによって、穴が消える、ホモロジー生成源が消滅するということが発生します。で、このオプティマルボリュームというのは、ここの埋め立てられた領域というのを最小化するものです。例えば、ここの図であれば、まあ、ここで発生したやつが埋め立てられたというのは、例えばこの、濃い灰色のところですね。この濃い灰色のところというのは、まあ、特に最小なわけで、これがオプティマルボリュームと呼ばれるものです。で、ここまではこのオプティマルボリュームというのは、直感的に説明したものです。で、それを、数式を用いて定義すると、次のページに、書かれている通りの定義になります。で、この、オプティマルボリュームというのはその内部の体積というものを、最小化するわけです。で、まあ、内部の体積の、定義の仕方にもいろいろあるんですけれども、まあ、ここでは単体の個数で定義します。単体の個数というのは何かというと、この z というのは、ホモロジー群の源というふうになっていて、それのノンゼロな要素の係数の個数というふうにして定義されます。z というのは、z というのは、なんだ、チェイン複体か。チェイン複体で、そのチェイン複体の体積っていうのを、その、ノンゼロな係数の個数として定義します。で、そういうのを、まあ、この Z0 と
というふうに表します。Z0 っていうのは、じゃあ、ゼロノルムか。ゼロノルムとして表します。ゼロノルムっていうのは、今言ったように、ノンゼロな係数の個数で、まあ、ノルムではないんですけども、まあ、もうノルムに似た性質を持っているので、まあ、電気的にゼロノルムと呼ばれることがよくあります。でさらに、ここに書いている3つの、この Z っていうのは条件を満たすと。このチェーン複体というのはこういう形の方で表されて、さらに、このここで書いているような、高速条件、この2つの高速条件を満たすというふうにして定義されます。もしこの FQ っていうのは、さっき言った、この B と D というのは、まあ、ここに書いている、ここが X の B で、ここが X の D で、まあ、この間で、発生した、この間でどんどん追加される単体のものです。まあ、そういうふうにして、このオプティマルボリュームというのが定義されます。で、この、最小化問題の解というのはオプティマルボリュームというので、その、最小化問題の解のさらにバウンダリを取ったもの、これですね。これをこのバウンダリ Z っていうのを、ボリュームオプティマルサイクルと呼びます。あ、ちょっとこの F っていうのをちょっと消して、タイプミスですね。はい。これをこのバウンダリ Z っていうのをボリュームオプティマルサイクルと呼びます。で、まあ、これを計算するためには、まあ、高速なアルゴリズムっていうのは、まあ、実用上非常に重要になる。しかし、今の定式化を、まあ、どういうふうにして計算するかっていうのをちょっとまあ問題があって、まあ、まずそもそも、ホモロジーの話をしてたんですけど、まあ、ホモロジーの係数を考える必要があります。あ、これちょっと、最初に説明すべきことだったんですけども、実はその、ホモロジーの、パーシェントホモロジーの理論っていうのは、すべて対係数の上でやります。なんでかっていうと、その、ペアリングを、バースとベスのペアを必ず、しかも、ユニークに作れるというのが保証できるのは、この、係数が対の場合だけだからです。まあ、普通のホモロジーは、いわゆるその Z 係数、整数係数でやるわけですが、まあ、それは、このパーシェントホモロジーでやる場合はやりません。で、まあ、まあ、そこで、まあ、対係数でなければいけないと言ってるんですが、じゃあ、どの対を選ぶかというところで、まあ問題があるんですが、一番よく使われるのが、Z2 って書いている Z over 2Z ですね。というのは一番よく使われます。で一番よく使われるのは、まあいろいろ高速なアルゴリズムを実装するのに都合がいいと、そういった理由があるんですけども、しかし一方で、この Z2 で最適化問題を解くっていうのは難易度が高いということがよく知られています。まあ、こういった問題は、まあ、組み合わせ最適化と呼ばれるような、まあ、数理最適化の一部になって、まあ、特に我々が考えたい問題っていうのは NB ハードであるというようなことが証明されています。まあ、そのために、まあ、何らかの禁似が必要になっていきます。でどうするかというと、このホモロジーの係数をこの Z2 って書いているものから実数対 R に変えると。ただまあ、この R に変えただけだと、この M0 ノルムの最適化になって、これも難しいんだということがよく知られています。でさらに、もう一回近似をして、最適化すべきノルムを L0 から L1 ノルムに変えるというのがあります。ここでの、ノルムの変、取り替えというのは、スパースモデリングとしてよく知られている、まあ、近似のテクニックです。でこういった近似を考えた結果として、ここで書いている問題というのが、まあ、基本的に、いわゆるその線形計画法という、問題になります。まあ、Z というのはこういうふうに、ある意味、係数が、ここは係数が実数になって、しかも、これはいわゆる、線形な制約条件になるんで、まあ、線形計画法に落とし込むことができます。でまあ、線形計画法というのは、さまざまな研究をされていて、まあ、計算基準の上、非常に効率的に解けるということが知られています。でこういった近似というのは、このホモロジー最適化の分野では一般的によく使われる近似手法です。
で、さらに、これは一般的な、どんな次元、どんな、次数のホモロジーでも一緒なんですけども、まあ、さらに、N 次元の、ユークリッド空間に埋め込まれた、まあ、単体複体、まあ、単体複体に限らないですけども、まあ、複体の N-1G のパーシェントホモロジーを簡単場合には、いわゆるそのアレクサンダーデュアリティと呼ばれるデュアリティを使った、効率的なアルゴリズムというのが知られています。まあ、これを使うと、アレクサンダーデュアリティで使うと、まあ、N-1G の、ホモロジーというのと、まあ、いわゆるゼロ時のコホモロジーというのが対応していて、まあ、ゼロ時のコホモロジーは連結性に対応しているので、その連結性を判定するためのアルゴリズムというのは、まあ、その線形計画表よりもだいぶ高速に計算できる、まあ、そういうふうな流れで、さらに高速なアルゴリズムっていうのを実現することができます。これはこ の,、このベンジャミン、シュバインハーツという方の、PhD の、論文にこういうことが議論されています。ある意味でこのオプティマルボリュームっていうのはこの効率的、特別な場合の実現された効率的なアルゴリズムを一般化するとしたものであるとも言えます。で、まあ、ちょっと、では、まあ、こんなふうにして、まあ、なんか、このオプティマルボリュームっていうのはうまくいきそうだと。だったら、これで十分ではないかというような気もしてくるんですけども、ちょっと問題があって、ちょっとというか、まあ、結構問題もありまして、それをさらに解決する手法として、このステーブルボリュームというのを提案したわけです。で、まあ、このオプティマルボリュームと、それで、いいのかなというと、まあ、そうではないと。どういう問題があるかというと、こうノイズへの関係性がないという問題。また、その確率的にこの最小の構成要素、ビルディングブロックを取り逃してしまうという問題があります。で、まあ、これをここに書いているこの例題で、まあ、説明したいと思います。で、ここでの問題というのは、この、元の、データに小さいノイズが加わったときに何が起きるかという問題です。小さい起きた、ノイズが加えたときに、例えば、ノイズの入り方によって、どういう、ホモロジー性制限がどういう順番で現れるかというのは実は変わってしまいます。それによって、今言ったそのオプティマルボリュームというのは大幅に変化してしまいます。まあ、例えば、ちょっとこの辺の点がちょっと外側に行った場合、順番としては、まあ、この、ここでの、オリジナルデータでは、この三角形と四角形が両方同時に発生するというふうな状況だったわけです。それに近い実際のノイズが加わったとき、まずこの五角形が発生して、五角形が三角形と四角形に分かれる。で、それぞれの穴が消える、みたいな順番になると。また、別のノイズの加わり方がしたとき、先に四角形ができて、その次ここがつながって三角形ができて、でそれぞれが潰れていくというふうになります。まあ、こういうふうにして、まあ、ホモロジー、この性制限 の, この発生の順番が変わると。まあ、これによってオプティマルボリュームというのはオーバーに変化してしまいます。でこの場合、まあ、実は先ほどの定式化で計算すると、この五角形が抽出されます。でもう一つは三角形が抽出されるというふうになります。で、一方で、こっちの場合は、四角形と三角形が抽出されて、というふうになります。で、まあ、このオリジナルデータを考えると、まあ、三角形と四角形という方が、まあ、どっちかというと自然に見えるわけです。まあ、これでも小さいノイズが加わったといえ、五角形というのは、いわゆるその最小の構成要素という意味では、ちょっと不自然です。まあ、ある意味、こっちの大きいパーツと小さいパーツを見られると、大きいパーツが小さいパーツを含んじゃってるわけです。これよりは、こう、四角形と三角形に分かれてくれた方が、まあ、データをうまく捉えるには都合がいいというわけです。もちろん、そのノイズによって、こう、出力結果が大幅に変わるっていうのは、このデータ解析の、まあ、信頼性に問題が、信頼性に、まあ、疑いを発生させる原因になるわけです。で、まあ、これは、パーシェントホモロジーの分野で、重要な定義だと呼ばれる、重要なパーシェントホモロジーの分野で、まあ、重要な定理である安定性定理
というものが成り立たないということを意味しています。これどういうことかというと、実はこういうふうに穴の発生する順序というかが変わったとしても、実はいわゆるそのバースレスペアのペア、パーシステント図のレベルではあんまり変わらないというのが、この安定性定理でよく知られています。実はこの場合でも、この穴が発生する半径で穴が潰れる半径というのは、実は変わらない、ほとんど変わらない。でしかも、その順番が変わるので、どれとどれがペアリングになるかっていうのもちょっと気になるんですが、そのペアリングも実はノイズに対してロワ数であると、眼鏡であるということを知られています。でそういった良い性質っていうのは、パーシステント図のレベルが成り立つんですけども、一方で、ここで考えているような、オプティマルボリューム、もしくはなんかこう、データの、元々の形を通りされていくかによって取り出したいと、そういった問題の時には、成立しないということが、こういった例から分かります。というわけで、こういう問題を解決する方法が必要だろうということが考えられるわけです。で、ここで考えた問題というのは、なんか非常に、ある意味、なんかスキーマティックなというか、なんて言うんでしょうね。なんというか、わざとらしい例なわけです。で、このいった問題が本当に問題なのかっていうのはちょっと気になってくるわけですけども、実際もうちょっと、複雑な、いくつかの例でも、こういったのが気になってきます。例えば、ちょっとこれ、図としては分かりにくいんですけども、3次元空間の上に 3×3×3 の格子点が並んでいるものです。で基本的に、点の間の距離はだいたい1になってるんですけども、その、きれいな格子点からノイズを加えています。ですると、その各点というのは、だいたい隣の点に対しては1の距離になります。ですると、これはパーシステント図っていうのを計算するとこんな形になります。で、これちょっとなんか小さいのがモニモニとしてますけども、これは、ノイズによって、ノイズがない場合は、これは全部同じ、バーストベストの値になるんですけども、実はこういうふうにして、ノイズが加わることによって、ちょっと広がった、バーストベストの分布になっています。で、この、図というのはこう、1次元のパーシステント図、パーシステント図なんですけども、それの、ここに何が対応しているかっていうと、その 3×3×3 の格子点の、小さい四角形に対応しています。そのボリュームオプティマサイクルっていうのを計算すると、例えばこの図 C のように見ないです。例えばこんな感じで、こう 3×3×3 形の中の、ミニマルな四角形というのはこういうふうに、して選ぶことができます。他にも例えばこれとかこれとかも、うまくやってるわけです。ただし、それはこう、ここに確かね、何個だったかな。24じゃな1,2,3,4,5,6,7,8 じゃ32-8だから確か24個の、バーセスペアが実はここに集まってるんですけども、そのうち、3つ取り出すと、こういうふうに実際四角形というのが得られるんですけども、また別のうち、2つ点を取ってくると、こういう形のが得られている言うと、なんか、椅子型みたいな形をしてたり、こういう、なんていうか、くの字型をしてたりという、ちょっと不自然な結果が得られます。これは、3×3×3 の格子点の上にノイズを加えているという、人工的なデータわけなんですが、実際には、この人工的なデータだけじゃなくて、より実際的なデータを信じます。特に部分的な結晶構造の場合には典型的です。で、これは、
こういう点群のポイントクラウドデータというのを考えます。で、これのパーシステンスはこんな感じです。で、これは、ある意味その格子点、二次元平面の上の格子点データから、点を取り除いたようなものです。これランダムに確か 50% くらいかな。点を取り除いています。すると、これの、パーシステンス図というのはこういう形になります。すると、まあ、こういうふうにして、バースデスペアというのがこの上にいくつか図示されているんですが、このうちここにあるこの赤丸に書いているやつですね。こちらを取り出してきて、それのオプティマルボリュームというのを計算すると、この図 C のような形になります。するとまあなんか結構なんか妙にでかくて分かりにくいなという感じになっているわけですが、まあ、実はこの、今ここに赤いやつというのは大体この辺にある。この辺の穴をに実は対応してるんですね。で、まあなんか実はこんな形の方がまあ割とそれらしい穴です。で、まあ実際にこのオプティマルボリュームというのを使うと、このガラスの原子材、原子配置を解析したり、あとまあ結晶に例えば、まあ、結晶にまあ欠陥があるようなデータですね。そういったものにこのオプティマルボリュームを適用すると、こういった問題に遭遇します。すると結構材料科学者の直感と食い違うような結果が得られるという場合があります。ではまあこういう問題に対するアプローチとして、先行結果として一応2つ挙げさせてもらいます。1つは、このベンディック・エトアル。あとプラス2人が提案した統計的アプローチというものです。でこれは入力データにランダムノイズを加えて PD を計算して、そこから逆解析を適用して、というのを何回も繰り返す。でそこで得られた、いわゆるその逆解析結果、オプティマルボリュームの結果というのを、統計的分布というのを計算します。まあ、例えば、この、やつを、この5個の点の例というのを今やっているのを適用すると、例えば、この4つの四角形のところには確率 1.0 で、こう逆解析の結果を得られると。ただし、ここは確率 0.5 で得られるというふうなことが得られます。まあ、すると、この4つの頂点のところを作る形っていうのが、どうやらどうも本質的な形らしい。まあ、つまり、そのノイズに、よって変化するというのを、まあ、逆に使って、さまざまなランダムノイズをいろんなパターンで加えて、そのある意味平均みたいなものを計算してしまうと、まあ、重要じゃないところはそれなりに、確率が下がるというようなことを、使って、このアイデアというのはそういうアイデアで実現されています。でまあ、このやり方は非常に、まあ、スマートなやり方で、まあ、実装も割と簡単です。まあ、つまり結局、そのオリジナルデータにノイズを加えて計算してというのを繰り返せばいいです。ただまあ、しかし、実際には結構繰り返しの回数が必要です。まあ、少なくとも10回は必要というぐらいです。で、まあ、まあ、10回ではちょっと結構値がばらつくので、もうちょっと回数が欲しいなと。まあ、大体100回やると十分なんですけども、そこまでやると同じことを100回繰り返さなきゃいけないので、結構計算コストがかかります。あとは、この 0.5 とか 1.0 はまあ大事だっていうのは分かるんですけど、0.5 っていうのはちょっと解釈がしづらい。どのくらい重要なのかっていうのはちょっと分かりにくいという問題もあります。今他にも、このリプトラ JL っていうところで実装されている小というのがありまして、これはリコンストラクティブ小テストサイクルというのがあるんですが、これはパーセントホモロジーを使って、この小テストパスアルゴリズムを使って、最短経路アルゴリズムというのをさらにプラスアルファで使って、この、リコンストラクティブ小テストサイクルというのを計算します。で、これは、今言ったように、最短経路アルゴリズムというのは非常に計算コストが低いので、結果として、まあ、計算、全体での計算コストが低いという利点があります。一方で、欠点としては、この最短経路というのは、まあ、一次元のパーシテンス、まあ、リングだとかループとか、そういったものを調べる場合にはしか使えないというのと、あと、まあ、パーセントホモロジーの構造をちょっと完全には拾えないという場合があります。
で、まあ、こう2つの先行研究なんで賞があるんですけども、まあ、両方ともそれには欠点と利点があって、また別の新しい手法を、この私は提案したというのが、この次に集めるステーブルボリュームというものです。で、この、提案したこのステーブルボリュームというのは、このような最適化問題の解として、提言されます。ここで新しいこのイプシロンというノイズ幅パラメータと呼ばれるパラメータを一つ導入して、それでこの最適化問題を、提案、こう考えます。で、まあ、この、定式化なんですけども、前半で説明したオプティマルボリュームと非常によく似ているように見えます。まあ、実際、比べてみるとこんな感じになって、上の方がオプティマルボリュームで、下の方はステーブルボリュームというふうになります。すると、このオプティマルボリュームの方は、なんか最適化問題の、中に出てくるのは、この FK って書いてある、これは、まあ、こういうふうに定義されるけども、このイプシロンというのは、ちょっとこの新しいパラメータイプシロンがあって、ちょっと、この F イプシロン Q というのがちょっと、FQ とちょっと違うと。でこのイプシロンというのは、今回の鍵になります。で、まあ、この定式化だけ見てもちょっと、何を言ってるのかわからないので、この数学的性質について、まあ、議論して、その直感的理解をしたいと思います。まあ、それが、このスライドに書かれているものです。で、まあ、オプティマルボリュームというのは、ノイズ、入力データにノイズを加えると様々な変化するわけです。で、まあ、例えばここでは平面の上のループを考えますと、例えば1個こうだったのがノイズを加えるとこう変化して、また別のノイズを加えるとこう変化すると。こういうふうにして、なんか、オプティマルボリュームっていうのは、ノイズを加えると変化していきます。じゃあ、ステーブルボリュームは何かというと、まあ、これの、共通の部分であると。この、これは平面の上のループを考えているので、共通部分を考えると、まあ、こういうふうになります。で、ここで、こう、ノイズを変えて、いろんなパターンが出てくると言いましたが、そのノイズをどのくらいの大きさのノイズまでを許容するかというのは先ほど言ったノイズ幅パラメータというものです。で、まあ、ここでの図というのは平面、R2 ですね。R2 の上で、一次元の、パーセントホモロジーを考えていたという状況なんですが、実際、まあ、ここで言っているこの数学的性質というのは、ちゃんと数学的に証明できるんですけども、それは非常に限定された状況で、RN、N 次元のユークリッド空間の中で N-1 次のパーシテントホモロジーを考えた場合だけ、まあ、こういった性質が成り立っています。まあ、しかし、まあ、この、それは非常にまあ限定的な場合なんですけども、まあ、それ以外の場合、例えばその3次元空間で1次元のパーシテントホモロジーを考えた場合でも結構うまく動きます。でまあ、この、計算についてですけども、まあ、計算コストは、まあにオプティマルボリュームと、まあ、フォーマリゼーションが似ているので、計算コストも同じようなものです。まあ、ちょっとだけ小さくなりますが、ほとんど、一緒と考えてもいいと思います。でさらに、オプティマルボリュームと定式化がよく似ているので、まあ、同じような性能向上のテクニックが使えます。例えば、線形計画法に近似をすると、高速な、ソルバーが使えて速くなる。また、RN に埋め込まれた単体で N-1 次元のパーシテントホモロジーを考えると、アレクサンダー・デュアリティを使って高速なアルゴリズムが利用できると。まあ、実はこのアレクサンダー・デュアリティの話っていうのは、先ほど言ったこの場合には証明できますっていう証明にもこれ使われています。まあ、他にも空間的な曲線を使った高速化っていうのはオプティマルボリュームで実装されているんですが、まあ、それをステーブルボリュームの計算にも、転用することができます。で、まあ、実際、なんか先ほど見せたこのポイントクラウドでこういう図とこういう図が出てきたというわけですが、実はこれはステーブルボリュームで計算したものです。で、この A というのが、入力データで、そこから計算される一次元のパーシステンスがこれ、で、この点を取り出してきて、これの、
オプティマルボリュームを計算するとこの図 C のように、一方でこのステーブルボリュームを計算するとこの図 D のようになります。でこっちの方がまあ結構ここの穴っていうのをうまい感じに捉えているということが言えます。あとまあ実際さっき言ったやつのこの C の方にノイズを加えると結構、この形がどんどん変わってしまいます。まあ、そういう意味ではちょっとこの形どのくらい、信頼できるのかなっていうのは C の方はちょっと分からないんですが、 D の方は先ほど言ったようにノイズを考慮しているので、まあ非常にまあ信頼のできる結果であると言えます。でまあこれを、こう先ほど言ったその、統計的なアプローチで計算するとどうなのかっていうと、まあこれは、この 70%、90% というのはちょっとそれ、先に 0.3 でいいとか、これはノイズの強さが 0.3、0.6 で、ノイズの強さを変えた時の統計アプローチでの得られる結果の違いです。あとは 70%、90% というのはちょっと、出現率が 70% 以上のやつだけ抽出して 90% 抽出すると。すると、まあ、こんな感じの結果が得られます。これは先ほどのステーブルボリュームと、まあ、整合した結果がある。まあ、この辺の穴が、対応しているという話だったわけですが、まあまあ、ちゃんと成功しているんですが、ちょっと、この解釈しづらい感じがあります。例えばこれ、70%、90% は結構違っていて、この 20% のところっていうのはどう解釈したらいいのかっていうのは結構難しい。70% がいいのか、90% がいいのかっていうのも微妙な話です。このノイズの強さもちょっと、0.6 だとこのくらいで、0.9 だとこうなって、まあ、このノイズをいろいろ変えてみて、まあ、スレッシュードもいろいろ変えてみて、それで、まあ、この辺かなっていうところはいろいろ、まあ、なんとなく見えてきますけども、ちょっと、なんかやはりこれは解釈難しいところがあります。では、このリコンストラクトショーテストサイクルというやつで同じ例を計算すると、まあ、実はこれ、ノイズのパラメータを変えると結構値が変わってしまいます。あと、まあ、実はノイズをちょっと、ノイズ幅パラメータは 0.1 とかいうのにするとこの辺が抽出されるんですけども、先ほど言いましたけどこの辺が実は対応して、この辺が2体の穴が、まあ、ある意味で先ほどのバーステスクエアに対応したらちょっとこれ変なんで色になってますね。で、まあ、ノイズ幅パラメータをまあもうちょっと大きくさせると、まあ、もっとまともな結果が得られるんですけども、まあ、ちょっとこれは難しいなという感じになってきます。じゃあまあ、リコンサルティショーテストサイクルは、まあ、ちょっと、まあ、信頼性に問題がある場合もあるんですけども、まあ、非常に計算速度が速いという利点があります。まあ、特に、まあ、2次元とか3次元の、ポイントクラウドデータだったらあんまり問題にならないですが、まあ、高次元のデータになってくると、計算コストに、まあ、が大変な感じになってくるんですけども、一方で、このリコンサルティショーテストサイクルっていうのは、もっとそういった高次元の場合だったり、あとまあ、次元がないデータ。距離はあるけども、その距離っていうのは RL 埋め込めないようなデータみたいな場合でも、このリコンサルティショーテストサイクルっていうのは、まあ、結構高速に計算することができます。でまあ、この例というのはちょっと、人工的なというか、まあ、アーティフィシャルに生成した例なわけですけども、まあ、より現実な例題として、ここで、ここに書いているような図の例題というのを、紹介しましょう。で、この、データというのは、この、こっちの右側の赤と青の点というのが、こちらの入力データです。これ何かというと、アモルファスシリカっていう、今シリカっていうのは SiO2 で、シリコン原子と酸素原子が、SiO2 だから1対2の割合で、こう混ざってるような物質です。で、いわゆるそのシリカっていうのは、いわゆるその、透明度の高いガラスでして、まあ、いろんな材料、いろいろ、まあ、なんていうか、いろいろな、まあ、いわゆるその、いわゆるガラスと言われている透明なやつですね、まあ、結構このアモルファシリカになっています。まあ、特にこのアモルファシリカ、まあ、アモルファシリカっていうのは透明度が高い
やつなので、まあ、透明度が重要な系統のガラス、あとまあ化学反応に強いので、化学反応に強い系統のガラスなんかでよく使われます。でこれは結構なんかランダムに見える構造を持ってるんですが、まあ、こんな感じのパーシステント像、パーシステント計算するとこういう形が、データが、パーシステントが得られます。すると、ここになんか一つ垂直なものが、垂直な分布があるんですけども、じゃあこれは何かというのを抽出する。で、ここから1個点を取ってくると、取ってきて、それの、オプティマルボリュームを計算すると、このオレンジの、データになります。まあ、こういうふうにして、なんか、ぐにゃーっと曲がったような、複雑なループが得られるんですけども、まあ、これ、ほんまにこんなもんかというと、ちょっと、微妙で、実際のステーブルボリュームと計算するとこの緑色になります。まあ、すると、まあ大体本当に大事なのはこの辺のにあるループ構造、リング構造なんだなっていうのが、こう、このアムロファシー化の例題のにこうステーブルボリュームを適用すると分かるというふうになるわけです。まあ、最後に、この、まあ、限界についてなんですけども、まあ、数学的な性質の保証というのは、こう、さっきみさん、ちょっと 何回か言ってますけど、この RL に埋め込まれた単体複体の N-1 次元のパーシステントホモロジーだけでしか保証されないので、まあ、ちょっとこれは限界があります。まあ、実際にはやってみると、まあ結構うまくはいくんですけども、まあ、それはおそらくデータがもうちょっと低次元のデータに、低次元の、まあ、なんていうか多様体に、多様体みたいなものに埋め込まれているからだろうということはちょっと、まあこれは、確認したわけじゃなくて、どっちかというと仮説的な話です。あとは、まあ、その、ノイズを加えると、入力で、基本的にその、まあ、ポイントクラウドから、パーシステントを計算するためには、途中に、このポイントクラウドに基づく単体複体というのを、ドロネー分割という手法を使って計算するんですが、まあ、その構造が変化してしまうみたいな話があります。まあ、この構造変化っていうのは、大きなノイズが加わると、こういうことが起きるので、まあ、その場合のステーブルボリュームの信頼性というのはちょっと問題になってきます。ただ、これ大きいノイズなわけで、まあ、我々が考えているのはその大きいノイズまで入ったときに、こういったものの信頼性が低いとある意味当たり前の話で、まあ、小さいノイズを考えるというのは、我々のまあスタイルなわけで、我々とかのステーブルボリュームのまあ考えているところと。小さいノイズだったら、こういうことはそんなに起きないし大丈夫だというふうなことになります。あと、この数学的性質のところでは、この R オメガゼロオーダーコンディションというちょっと技術的、条件があって、ちょっと、めんどくさいなというところがあります。まあ、これは詳細は論文を見ていただきたいと思います。で、まあ、こういう、限界もありますが、まあ、いろんな実際のデータにも、利用可能なツールです。で、この、ステーブルボリュームっていうのは、我々が開発しているこのホモクラウドっていうパーシステントホモロジーに基づくデータ解析ソフトウェアにすでに実装されているんですけども、それを使うためには、この、なんかペア .stableVolume なんとかかんとか、これがこの 0.3 というのが、いわゆるノイズ幅パラメータですね、というふうな感じで、まあ、割と簡単に計算できます。でそこから、例えば拡張点の座標を、このバウンダリーポイントというところで、手に入れたりすることができます。でこういうふうにして、このステーブルームというのは、まあ、すでに我々のソフトウェアから利用可能です。まあ、というわけで、今日の、話をまとめたいと思います。このオプティマルボリュームっていうのは、パーシステント図のバーセスペアに対応する幾何的、まあ、構造を特定するための、に提案したツールなわけです。で、まあ、これも、まあ、便利なツールではあるんですが、このオプティマルボリュームや類似手法では、ノイズに対する眼鏡性、また最初の構成要素を時々取り逃してしまうという問題があります。でステーブルボリュームっていうのは、ノイズ幅パラメータという新しいパラメータを導入して、この問題を解決したと。でこれを使うと、より自然な結果を得られます。でこのステーブルボリュームっていうのは、すでに、ホームクラウド、我々が作っているデータ解析ソフトウェアに実装済みです。でこちらの、結果については、こちらのアーカイブの論文に、載ってあります。というわけで、ちょうどいい感じの時間になったので、発表は以上とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。大林先生、どうもありがとうございました。それでは何か質問、コメントなどありますでしょうか。
しありましたら、Q&A に書き込んでいただくか、手を挙げていただければと思いますが。それではその理論的な部分で、RN の、その N-1 次元の単体、複体の場合にしかうまくいかないっていうことだったんですけれども、それ以外の次元の場合っていうのは、さっき言われたような単体的複体に関するそのあるムーブで動き合うようなっていう、そういうところを文字論にして考えれば、大体うまくいくというような感じなんでしょうか。というよりも、割と例えばその、3次元空間でこう1次元のパーシェントホモロジー、つまりリングを考えるというのを考えますと、そのリングっていうのはあんまり変な形をしていなかったら、大体、つまりその結構フラットな2次元平面というか、2次元の局面ぐらいに入っていれば、その上にで考えれば、その上の、ある意味その局面の上の三角形分割みたいなものだと思えば、割と機能するみたいな感じですね。さっきの、 その空間の中、局面化っておっしゃってたのはそういうこと。そういうこと。空間が、次元が違っても、うまくいくだろうという話はそんな感じではあるんですね。うまくいくだろうというか、結構うまくいってるように見えるっていうべきですかね。そういう感じです。どうもありがとうございます。それでは他に何かいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは特に他には質問がないようでしたので、Q&A に一つありますね。すみません。高木さんから、パーシステント図における点の、近接関係はおそらくポイントクラウドにおける同じような形の出現を、意味するのでしょうかという質問。基本的には、つまりそのパーシステント図の上で、その X 座標と Y 座標、バーストですってやつが見てれば、それはその元のポイントクラウドでも、例えば、こっちが例えばその正方形だったら、こっちでも正方形だということを期待、意味しているのかというものですが、ですね、まず、データ解析として期待させて、していることはそういうことです。つまりその、ただ、例えば、その一時のパーシェントホモロジーだとループなわけですけど、そのループの形を、ある意味でバーストネスト、2つの実数だけで特徴づけてるわけなので、それがどのくらい似てるかっていうのは結構似てるっていうのもバラエティーがあるというような感じ。そのある意味でそのデータ、形の情報をかなり圧縮しているので、それで同じような形の出現を意味するのかっていうのと、どこまでその通りですっていうことを言えるのかっていうのはちょっと難しいところがあります。はい、どうもありがとうございました。じゃあもう一つQ&A にあります。ステーブルボリュームズのイプシロンはどのように決めるものなのでしょうか。最適値とあります、とかありますでしょうか。もしくは解析対象ごとに決めるものなのでしょうか。小さすぎるイプシロン値だとオプティマルボリュームのような問題が現れ、大きすぎると何か別の問題まで出るのでしょうかという質問です。まさにその通りだと思います。イプシロンが小さすぎると、結局オプティマルボリュームとほとんど変わらない結果になるので、このうまみがないし、大きすぎると、もうノイズが大きすぎると、そもそも形を維持できなくなるので、出力結果はあまり意味のないものになってしまいます。で、どうやって決めるかというのは、一応2つぐらい提案しているやり方があって、1つは、
そのデータの性質に、のデータに関する、いわゆる先見的な知識を基づいて決めると。これどういうことかというと、まあ、結構例えば入力データが原子の原子配置だとしますね。今言ったその例えばアモルファシリカとも原子配置なんですけども、原子配置だったらその原子の位置が揺れるっていうのは、まあ、いわゆるそのなんていうんだろう、熱によるものなんですよね。なんていうか熱振動というんですかね、まあ、分子が熱でブルブルブルって増えるぐらいのスケールなわけです。で、まあ、そのスケールっていうのは結構、まあこの物質は今何度だからこのくらい揺れるはずだって分かるわけですね。まあ、そういった知識を使えば、そういった知識、まあ、もちろんその値を直接使うというよりもそのくらいのスケールで決めれば、まあ、大体うまくいくだろうというのが一つやり方です。でもう一つはこのイプシロンをいろんな値で振ってみて、でそれで調べるというやり方です。でそれは、ちょっと待ってくださいね。実はここに書いている図の説明してなかったこの、図 E というのがあるんですけども、実はこの、X 軸がエプシロンの大きさで、このこっちの Y 軸っていうのは、このステーブルボリュームの大きさです。でするとイプシロンを大きくすると基本的にステーブルボリュームが縮んでいくんですね。縮んでいく、つまりその、まあ、ノイズが加えた時の共通部分なわけですから、大きいノイズを加えたほど共通部分はずれが、いろんなパターンのずれが起きるんで、まあ、その小さくなっていくんですけども、イプシロンを振っていくとこうずっといって結構ここに、イプシロンを変えても、ステーブル部分の変わらない領域点があります。これが、この辺をつかめる、この辺が、まあ、ノイズに対しても、まあ、眼見であるということが、まあ、ある意味で言えるわけです。こういった、イプシロンの決め方っていうのはもう一つあります。で、この今言った、まあ、2つのやり方っていうのはあるんですが、まあ、基本的に、まあ、最適値っていうのが、まあ、まあ、まあ、問題によるんですけども、その問題、によるっていうのをどうやって対処するかっていうのに、今言ったように、いわゆるその入力データの、対象の知識を使うっていうのと、もう一つはこうイプシロンを、こう動かしてみて、あんまり、変わらないところを取るという、まあ、2つのやり方があると思います。はい、どうもありがとうございます。そうですね。ご回答ありがとうございますっていう、Q&A2 つ来てますので、はいはい、それはご覧、大林さんの方からもご覧いただけますか？見れます、見れます。はい、はい、じゃあ、それはご覧ください。はい、ほかに何かございますでしょうか？それでは、どうもありがとうございました。これで、セミナー終わりにいたします。皆様、今日はご参加ありがとうございました。ありがとうございました。